日本一の女子高生と試合をしようということで、本当にはい、やりましょう。俺はい、本田プロ対丸山愛選手をインターハイのシングルスチャンピオンですから、さすがにちょっと普通にのハンデは、いや、ちょっとお願いします。ちょっとまあ僕がサーブガンガン打ち込んじゃうと、はい、やっぱちょっとかわいそうなんで、ワンサーブ、ワンサーブ、ワンサーブでいいですか。はい、はい、お願いします。フォルトしたらダブルフォルトということで、わかりました、あの失点になりますけれども、はい、よろしいでしょうか。わかりました、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。 Please subscribe。 意気込み、はい、めちゃくちゃやりにくいね。まあ、あんな可愛い子にフォア打ち込めないじゃん。どうする、バックでスライス走らせる。結構ラリーをちょっとじわじわとやります、うん、打てるとこは打てますし。小林さんもサーブ良かったですね。サーブいいよね。ちょっとちゃんとしっかりプレーしていきます。はい、何回か試合見てるので強いなっていう印象なんですけど、ワンサーブでハンデもらったんでバンバン打ち込んでいきたいと思います。もういろんな引き出しがあると思うんで、まあでもそこをちょっと攻めながら自分のプレーできたらいいなと思います。頑張ってください。はい、おはようございます。よし、はい、大丈夫です。まあ、いきます。スライスいいね。足動いてるよ。サブオンです。えい、あ、はい、こちゃま深い、ファウルです。はい、あーあーああ、仕立ててない。ちょっと切り返しが遅いな、これボール2個もらっちゃうとなんか 2,、うん、2球打ち、そう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 、勘違いしちゃう。作戦だよそれ。あー抜けた。おー回り込むね。はい、降ります。抜けた。ちょっとそれが自分のプレースタイルなんで。うわあ、あぶね。練習通りのドライブボールでしたけど、ね、思いの外のプロのボールが浮いてた。はい、危ないよ。よし、攻撃。チェンジサイドです。やっぱりね、女子のサーブはスライス系統ですね。バックに高い球来るっていうのはあんまりないですね。今も基本センター狙いで来るんで、なんか初対戦ですけどなんとなく雰囲気は分かってきた。男子だとバックにキック打たれちゃうとここはやっぱ打てないんですよね。どうしてもスライスになっちゃうから。よし、リードを広げる。少し、いや、あのチームスタテンとしては負けられないです。インターハイチャンピオンとはいえ。そりゃちょっと攻め急ぎすぎてるのでもうちょっとじっくり入れていきたいと思います。
た。入ってない。ラストです。あ、打ち込んでった。もうちょっとポジション前だな。よいしょ、よし、ナイスフォアハンド。あ、今見てたの？見てたのかな。ねえ、すげえ打ちにくかった。雰囲気を察してたかもね、今のは。一番嫌なとこ来たわ。4-5 です。うわ、おー、ナイスサーブ。気合いいサーブ来た。今ライン乗ったね。でもサーブのスピード速いね。結構やっぱ打ってくるな。よし、さっきサーブ練習した感じでいきたいと思います。これ入った、入ったか。参りました。入ったね、今入った。俺ここから、ね、入ったね今。さっき教えちゃったからさっき教えちゃったからさ、すごいとか入っちゃったからさ。よし、ビハインド。よし、やりました。狙って怖い。はい、やってみました。よし、よし。危な、6-6です。危ない、フォアで。やばい、もっとな。悔しい。フォアで回り込まれた。打ってくるな。危ね。回り込みのタイミングいいよね。ね、なんか構えられた時ちょっと怖いな。ね、あれがちょっとインターハイでは効いてたんだろうな。きっと。66でしたっけ？66です。ここはちゃんと行かなきゃ。もう一本。よし。いや、もうちょっと、ちょっと打ち急ぎましたね。いつもはもうちょっと体残って打ってるんですけど、ちょっと小野田さんなんでちょっと急ぎましたね。よし、そっち使うんだ。逆だ。逆玉出た。はい、いらんことした。通ったかと思ったのに今。いいディフェンスだ。入ったね今。やばい。走らされてる。いくつだっけ？86です。86。よし。うわ、よし、くはははは、いった。ぐはははは。
あんだけいいサーブ入ったら無理じゃない？2球ないよ、2球ないよ、2球ないよ。よし、挽回。やったー、最高一緒。うそやん、同じミスはあかん。7球よし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 、ここここ辛いですね、辛いですね、辛いです。はい、そりゃそうだ、ちょっと打たれると怖いね。おい、ガシャリの、ガシャリの。いやー、ああ、うわっ、やー、ガシャリのアプローチ。俺のプロラッキーです。見なかったことにしてくれ。見なかったことにしてくれ。サイドチェンジです。あ、そっか、やりましょう。あんな低いボルタルだ、いけないよね。プリンスさんのフレーム、プリンスの、あ、だから正直ラケットが、ね、救ってくれたって、まあ、いや、プリンス様様、いや、運ですから。あんなシューってきたボールを、いや、僕やるんじゃないかなと思って、やるんじゃないか。頑張らなきゃ。うわー、あ、でもいいサーブ。ああ、うわーい、うわーい、うわー、おりゃーですよね。出しちゃった大人の技を。出しちゃったね、出しちゃったね、今のスライスで待って待って、ね、ここが一番得意なんだよ。あれ、スライスなしって言われるときついけど ね、 ね、あんな角度つけられたらもういけないですよ。マッチポイント、ありがとうございました。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 危ない。Subscribe, subscribe, 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 subscribe。ということで12対10で小野田プロが勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。なんかちょっと待ってください。はい。何か言いたいことが。いやいやいや、まあ変なショットもあって。どのことですか。フォアのこのガシャリ。ガシャリ。いわゆるフレームショットと言われるもの。まあ悪く言えば僕のガシャリで、はい、よく言えばラケットがいい。ラケット。ラケットがプリンスさんが助けてくれた。なるほど、うん。それでも入るよっていう。どうでした？あのオーダープロとやってみて。そうですね。やっぱり悔しい。悔しいね。三本ですからね、マッチポイント。そうね。最後のこの。2ポイントなんてね、スライスで待って待って、ね、はい、逆クロス来たところストレートと回り込みのストレート、ちょっと本気、ここは、ね、まあ、僕一番大事なところで、スライス、ペースを変える、はい、角度つけられる、もう一回我慢、はい、もう一回我慢で、うん、結局な大して返してるだけなんですよ、うん、そこでチャンスを見て、うん、バック来て返していくっていう、うん、ディレクションチェンジ、うん、なるほどね。まあそこでね、先にストレート行きたいけど、やっぱスライスで打たれてるから、下からこううまく打てる技術とか、そのいわゆるそこでの思い切りのとこってね、やっぱ9球まで行くとね、9球できないですね、なかなか難しいかなとは思いますね。最後はもう一回同じとこ来て、これガシャったらどうしようかなって構えてる。まあ
っと振り抜いていこうっていうので、うん、いやいい声出てたよね。危ない本気の声出てたよね。あの今後は丸山さん の, あの大学に進学しますの で, です、ね、ぜひあの、まあ、今度ねチャンスあったら、まあ、リベンジでリベンジで大学入る前に来てもらわないと忙しいから忙しいから、うん、強くなっちゃうとね相手してもらえなくなっちゃうかもしれない、はい、まあ、まだワンサーブでしたけれども、まあまあ、今回は小野田プロの、はい、勝利ということで、はい、本当に丸山さんありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like.By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!